2022-23 WE リーグカップグループステージ第3節グループ A です。大宮対エルフェンの埼玉ダービー。まずは前半、このクロスボールに開始1分でオーバーヘッドを見せたのが山崎です。そしてエルフェンのチャンス、ユーメラ、そして最後が25番山形が詰めていこうかというところ。両チームとも立ち上がりから積極的な姿勢を見せています。そして試合が動きましたのが前半の10分、西川そしてユーメラへ、このユーメラが右足を振り抜いてこぼれたところ、西川嬉しい WE リーグ、そしてエルフェンでの初ゴールで先制をしたエルフェンです。この西川の得点で前半1対0で後半へと向かいます。後半は大宮がチャンスを見せるシーンが多くありました。大熊、山崎、井上のフリックから最後大熊、素晴らしい連携を見せた攻撃陣。そして試合が動きました、コーナーキックから村上真帆です。代わって入りました村上が同点弾、意地を見せた大宮です。そしてエルフェン、代わって入りました37番の松山がこの位置から右足で直接決めていきました。育成組織マリーとのマリからのトップ登録のこの松山が見事な逆転ゴールを決めて、大宮対エルフェンの埼玉ダービーは1対2でエルフェンが勝利しました。